はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。発見しよう闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな血液がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、マスクをしました。白血病やね、悪性リンパ腫といった血液のがんになるとですね、抗がん剤をして副作用でですね、体がこうむくむことがあります。まあ、そのアナウンサーの笠井さんはね、2回目の抗がん剤が始まったことをね、ブログでお話しされたんですけども、そのまあ1回目のね、抗がん剤からもそうだったらしいんですけども、2回目が始まってさらにその手がめっちゃむくんできたみたいなんですよ、プーっとね。でまあそのことについてはね、ちょっとこんな内容でした。手がどんどんむくんできてしまい、結婚指輪で薬指がうっ血してしまいそうでした。看護師さんに相談すると、外せませんか、しかしこれまでいかなる治療でも CT でも MRI でも、私は結婚指輪を外すことをね、拒否してきました。よっぽど外したくなかったんでしょうね。まあ、しかし看護師さんからね、こんなことを言われたみたいです。これ以上進むとリングカットになってしまいますよ。しかしむくみを取る治療をしてもらって、最悪の事態は回避できました。そして今日、今回もまた指がむくんでしまうかもしれない、そう思って指輪をいじってたら、まるで知恵の輪のように薬指の第二関節からスッと指輪が抜けたんです。まあ、リングカットにならなくてよかったですね。まあ、という感じでね、まあ、このようにむくみもね、人それぞれなんですけども、まあ、僕は手はね、むくむことはなかったんですけど、顔とね、足と体がね、まあもっとこうむくんでましたね。ムチムチしてきたと言いますか、まあ、お腹周りがね、すごかったです。まあ、結婚指輪はね、僕はしてますよ。むくんで外せなかったことはなかったんで、うっ血もしてなかったんでね、まあ、それはちょっと置いといて、僕はね、その時にね、体重がね、めっちゃ増えたんですよ。まあ、入院して病院食食べて抗がん剤してるのに、人生最高記録をね、更新しましたね。その時は、まだかろうじて70キロ台やったんですけども、まあ、増え出した後の1週間でね、80キロまでね、上がった記憶があります。1週間で10キロ増えたんですよ、言うたらね。ちょっと、えらいことやなってなって、先生とかも、こう、結構、わーって言われたんですけども、その、急に、その、体重が増えすぎたためにですね、その先生はね、まあ、肺に水が溜まるとか、その心臓に負担がかかるとかといったことがね、そのまあ体重が増えた事実よりもすごく心配になるようです。まあでもあの時はね、結構ありとあらゆる検査、まあやったことある検査ばっかりやったんですけど、それがまあ本来なら別にやらんで、期間やったんですけども、まあちょっと安田さん心エコーを取りに行ってくれとか、肺のね、レントゲン、あと CT も撮ってみてくださいっていう風に結構言われまして、まあ、言い方悪いですけど、たらい回しにされましたね。採血もしたな、あの時はね。一週間のうちに、あれは、結構やりましたね。他にも結構やりてあったような記憶があります。でもまあそんなね、数値的なこととか、心臓とか肺とかも話聞いたら怖いですけども、患者からしたら、その、目に見えることの事実とか、体重が増えてしまったっていうこととか、まあ体で感じるね、痛みとかっていう方がね、まあ不安になりますよね、その方がね。まあ例えばなんですけど、まあ僕の場合ならば、まあ、最近で言うと、まあ長期にわたって退院してからですけども、まあ、長期にわたって足のしびれがね、すごかったと、むくみがすごかったということがありました。まあそれをね、先生にこう相談してみると、なんやろうね、とね、まあ特に取り上げることもないような反応だったんですよ。で、まあ先日その動画でも、先日の動画でもね、紹介したんですけども、まあツイッターの DM をいただいた方はですね、下腹部のしこりを先生に相談してみようと思ったら、まあ、熱がないなら様子見ましょうとね、まあ、返信があったようです。まあ、この方は先生に相談したことによって、
ってスッキリした後ね話してくれましたけども、まあ、中にはねその自分の気持ちをこう伝えれずにですよ、どうしようかなこれこれこのままでいいんかなってねこう悩んでる方もねいてると思います。まあね、その葛西さんのね結婚指輪の件のようにね、まあ、無事に解決したりとか、まあ、僕の体重のね先ほどの話したように体重の激増がね、まあ、知らないうちにこう減っていってて、まあ、原因がわからんまま症状も何も出なかったという感じでこのふわっとした結果に終わる場合もあります。まあね結果的に何もなくてよかったなっていう感じだったんですけども、まあでもねこの入院中の方はね先生にすぐ伝えることができますけど、こうね今の僕とかそのツイッターで DM くれた方のように、まあ、自宅療養されている方はね何かあったらねすぐにこう電話で病院に相談してください。ほんまにねもう自分のことは自分しかわからないわけですよ。だからもうそのあなたのことはあなたの体のことはあなたしかわからないわけですよね。なのでね絶対に電話してください。これはもう結構前の動画からも言ったりしてるんですけども、何かあってからでは遅いんで、何かあったら必ず電話して相談してください。まあね、まあ、こんなことぐらいで電話すんのもな、なんかで病院からしたら迷惑かななんて絶対ないんで、絶対ないんで電話してください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。